本日は私の朝の習慣について紹介していきたいと思います。朝はだいたい9時に目が覚めます。アラームを9時にセットしているのですが、だいたい犬の鳴き声で目が覚めることが多いです。僕が朝起きてから初めにすることはタバコを吸うことです。夜中のうちにニコチンが切れてしまい、朝はタバコのことしか考えておりません。昔は1本であったのですが、だんだんと年を重ねるにつれタバコの本数が増えていき、朝は連続3本吸うことが日課になっています。朝から3本吸うのは珍しいかもしれませんが、僕のおばあちゃんは毎朝ワンカートン吸って、家の周りに吸い殻がマーキングされております。朝のタバコは美味しいですね。たまにおえつが出ることがありますが、そんな家計を継いだのか、タバコは3本、来年には4本になって、年を忘れてもタバコの本数で思い出させてくれるような気がします。タバコが吸い終わると、洗面所に行き、歯磨きをします。歯を磨くことは、朝の習慣において一番大切なことであります。夜中、口の中に溜まったバイ菌をリセットする時間、すなわち、夢の中から現実に行く瞬間になります。入念に歯を磨くようにしております。うがいもしっかりしましょう。ここでもたまにえずくことがあります。歯磨きが終わったら朝食に移ります。我が家はパン派なので食パンが常備されております。基本的にいつも何もつけずにそのまま食パンを食べます。食パンのパサパサ感を楽しみながらゆっくり食べるのが僕の習慣です。ですが、急いでるときは電子レンジでチンをすることにより食パンがふにゃふにゃになり、口に詰め込めるようになります。だいたい食パンを詰め込み、牛乳を一気に飲んで、僕の朝ごはんは終了です。そして朝食を食べ終えるとまた部屋に戻り、隣のおばあちゃん家を観察することが僕の日課でもあります。この横のおばあちゃん家はよく幽霊が出ます。僕も何度か見たことがあります。意外と夜よりも朝見えることが多いため、それを楽しみに観察するのが日課でございます。おばあちゃんの観察が終わると、いつもレコードをかけます。僕がほとんどロックのレコードがメインに持っているため、ロック以外の選択肢がございません。この日はフットルースを流しました。レコードを取り出し、プレイヤーのケースを入れてレコードを置く。そしてレコードのケースをまた閉め、プレイヤーの再生ボタンを押す。
この動作がより音楽を楽しませてくれます。この日はフットルースの音楽に乗りながらノリノリでダンスをしておりました。基本的に隣人からはヤバいやつ扱いされております。携帯で音楽を流すよりレコードで流した方がノリノリになるのはなぜなんでしょうかね。踊り疲れた後はいつも VHS のビデオを鑑賞しています。今日は何にしようかいつも迷って全然決まりません。この日は北野武作品花火を鑑賞することに決めました。またこれもレコードと同じでケースからカセットを取り出しデッキに読み込ませる。このデッキが読み取る瞬間のウィーンガチャって音が何とも言えないぐらい粋な音がするのです。VHS で持っている映画は僕の大好きな映画ばかりなので基本的に流し見をしています。映画を流しながらギターを弾いたりタバコを吸ったり踊ったりいろんなことをしている時間になります。僕の朝の習慣の中の一番ゆっくりとした時間でありかつ僕の大好きな時間であります。一通りダラダラし終えたらシャワーを浴び出かける支度を始めます。おばあちゃんからもらった化粧台に座り親父が昔使っていたドライヤーで髪の毛を乾かします。このドライヤーなんといっても風力がとても弱く全然髪の毛が乾きません。普通のドライヤーであれば 2,3 分で乾くものがこのドライヤーを使うことで10分近くかけていないと乾きません。それでも使ってしまうのはこの見た目の良さなのかもしれませんね。ドライヤーで髪を乾かし終えると最後に櫛でセットし着替えの時間に入ります。この服選びの時間がとても楽しく今日はどんな服を着ていこうかどんな年代でいこうかどんなテーマでいこうか服を着ては脱ぎ脱いでは着てを繰り返しております。この日は夏っぽく行こうというテーマで服を選んだようですね。着替えが終わったようです。今日はどんなところに行くのでしょうかね。と言いましても予定があった試しなどないのでまたベッドに戻ります。そしてまた始まりのルーティンに戻っていくのです。これが僕の生活です。本日の放送は終わりました。これから時の流れに飲み込まれるのはあなたかもしれませんね。記憶の片隅でお待ちしております。